はい、どうも、皆さんこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、久々に、ドローンのネタといってもね、ドローンネタといってもかなりネガティブなネタなんですけど、最近ね、コロナで本当にね、あんまりこうどこにも飛ばしに行くことができてません。こう飛行のね、許可申請とかもしても、もう結局なんか全然飛ばしてませんっていうね、報告を入れたりするようなことが続いて、なんかもう申請すらしてる意味がないんじゃないかなと思いながら、なんかこうもったいないなと思いながら、過ごしてる感じなんですけど、ドローンの保険なんかもね、かけてはいますけど、本当に飛ばしに行けてないから全くの無駄になっちゃってるんでね、本当にもったいないです。今日のお話なんですけど、僕ね、ずっとこうなんていうかな、ドローンの動画とか、アウトドア用品テントとかそういうのを立てる動画と、そういうね、ご紹介動画撮るときに、ドローンの主な練習場所としてね、一箇所こう確保してた場所があったんですよ。結構こう桜のシーズンとかね、綺麗に桜が咲いたりする場所です。基本的にこんな感じのとこです。こんな感じ。ね。すごくこう、春は桜が咲いて、冬場なんかはね、全然こう、なんていうかな、閑散としてる感じなんですけどね。そんな場所です。で、今までね、ずっと場所は伏せてたんですけど、今回ね、もう、その場所をね、明らかにします。これね、天理市っていうところにある、天理ダムっていうのがあるんですよね。そこの風池公園っていうね、公園なんです。で、そこでね、ずっとこうお世話になってたというか、ホームグラウンドとして練習場所とかね、YouTube の撮影とかでも使わせてもらってたりしたんですけど、場所自体は天理市役所がね、管理をしてて、で、ドローンの飛行をさせるのも許可をね、申請をして、公園の使用許可っていうやつね、を取って飛ばすということをしてました。で、それがね、実はね、これじゃん、見えますかね、もう拡大してちょっと貼り付けます。こんな感じ、5月、ちょっと前なんですけどね、通知が来て、ドローンの飛ばすっていうのがもう原則飛行禁止ということで、なって、しまいました。多分だから、こうなんていうかな、完全にこうなんていうかな、市役所が何かこうその場所をこう調査するとか、公園の紹介動画とか作るようなね、ものだったら多分ね、許可を取ってやることができると思うんですけど、私みたいなこう一般のね、こう練習に使いたいとか、撮影をしたいとか、そういうのはちょっとできなくなってしまいました。で、これはね、実は、4月だったかな、4月頃に桜のシーズンに、僕はもう桜の動画何回も撮ってるんで、もうそこはいいかなと思ったんですけど、別件でね、ちょっと行ったことがあります。なんていうか、ちっちゃい小型ドローンのね、紹介動画の撮影とかはね、そこでしてたんで、撮影をと、あの桜を撮ろうとして行ったわけじゃないんですけどね。で、それをね、撮影した2、3日後くらいに電話がかかってきて、天理市役所から、なんていうか、僕じゃないですよ、僕じゃないんですけど、なんか桜のシーズンにその飛ばしてて、で、多分ね、迷惑かかるような飛ばし方をされてたのかもしれない。桜を見に来てる人と、口論になったというか、なんかこう一悶着あったみたいで、警察が出動する、警察沙汰になったみたいなんですよ。で、市役所の人が、そんなことがあって、一応ね、僕は4月超えたところまでは、ちょっと何日か覚えてませんでしたけど、市役所の方にそのドローンの飛行許可を取ってたんで、僕のところにね、電話かかってきたのは、許可は出してますけど、ちょっと飛行はね、ちょっと控えてくださいと、今ちょっと市役所の方で検討してますということで、どうするかねということだったんですけど、最終的にね、5月に入ってから、
でこういうふうなね、通知が書面通知がされてもう完全にね、ダメということに、決まりました。まあ、どういうねトラブルだったのかはもう僕はもう全くね、まあ、市役所の人から若干こう警察沙汰になったということしか聞いてないので、まあ、具体的にどっちに非があったとか全くそういうのは分からないんですけど、まあ、結果としてはだからドローンが飛ばせなくなったということですよ、ね、だからなんていうかな、基本的に日本のこう中で飛ばすって、まあ、日本って最近特にこうなんていうかな、まあ、コロナのことでもコロナ警察とかね、まあ、別にやからじゃないんでしょうけど、まあ、正論を言ってるんでしょうけど、ちょっと正論を突き通しすぎるっていうか、なんかそこら辺別にグレーでいいんじゃないのっていうところがなんていうかな、あるところまで突っ込んでこうね、白黒つけるっていうか、まあそういう風なこう流れに日本はなってきてるような気がするんですけど、すごいこうね、なんかなんていうかな、堅苦しいっていうか、まあそういう風な、まあそれがいいところもあると思うんですけどね。まあそんな世の中になってきて、でだから結局ドローンを飛ばすってなったら、その土地のね、山とかで飛ばすにしても、まあ、厳密に言ったらそこの持ってる土地の人にも許可を得ないとダメだし、まあそうですね、だから森林組合とか、まあその結局は、まあもしかしたらその狩猟場になってたらそういうふうな、なんかどっかに問い合わせをしてとか、そういうこともあるかもわからないんですけど、まあそんなん言い出したらもうキリないですよね、正直ね。だからまあ主にそこを管轄しているところには、まあ最低限でもこうね、その土地とかそういうのを管理しているところには連絡を入れないとダメだと思ってるんですけど、ちょっと飛ばしたいなっていう時なんかは、正直そこの場所が誰の、まあ、公園とかだったらもう明らかだと思うんですけど、まあ、山とかだったらもうわからないとか、そういうことにもなってくると思うんでね。だからそんなん言い出したらもう飛ばせるところがあんのかっていう話になりますよね。これはだから航空法に、の中のそのドローンの飛行許可とかそんな関係なく、結局その飛ばす土地の、管理とか持ってる人誰なのって、その人の許可を取ってるのっていう話なんで、航空法とは全く別の話なんでね。だからちょっとね、なんていうか、そんな言い出したらもう飛ばすとこがなくなってしまうっていう感じですよね。で今回のこの僕が許可をもらってたところのこの天理市役所の、まあ、連絡、まあ、ダメよっていう連絡なんですけど、まあ、正直ここをもう僕練習場所として潰されてしまうと、まあ、本当にいろいろ探したんですけどね、他のところは、そもそもやっぱりね、なかなか難しいんですよね、練習として使わせてっていうのは。で近畿圏、その私住んでる奈良の中でもダムとかね、そういうところで、ダムのホームページとかにちゃんとルールが書いててね、このルールを守ってだったら飛ばしてもいいですよっていうところはあるんですけど、基本的にダム湖なんですよ、単なるダム湖だから、なんだろう、そこまでね、なんかこう面白いっていうか飛ばしてて楽しいっていうのがあるかって言ったらそんなことないし、ダム湖の周辺も、まあ、今回ね言ってたのも天理ダムなんですけど、天理ダムのその富士公園っていうのは本当にね、山の中であんまりね人がね寄りつかなかったとこなんですよ。だから天理の他の公園でもね、ちょっとここダメですかっていうのは聞いたことあるんですけど、ちょっとこう山にクッと入ったところね、そういうところでもダメですかって聞いたら、そこはねやっぱり許可もらえなかったですね。天理ダムのその山奥の、本当に山奥の携帯もつながる電波がかなり弱かったりするようなとこね、そんなとこだったらまあ OK ということだったんですよね。本当にね、もう残念だし、これからどうしようっていう感じですよ。もうこんなんでドローンちょっとどこで飛ばしていけばいいのかなと思ってね、まあ、山もそうだし海もそうだしね、海とかだったら、まあ今までね視聴者さんとかからもお話聞いたりしますけど、
海上保安庁に連絡せなあかんとかね、その漁協、の方にその港湾のあたりだったら連絡をしないとダメとか、なんかもうややこしいんですよね本当にね、厳密に出すと。だからね、まあなんていうかな、まあ YouTube に僕撮ったら出したい。すいません、当然ね撮ったらするんで、その時に厳密に法令を守れてるかっていうと、やっぱりねちょっとグレーゾーンっていうか、もう守れてないわけですよ。だって完全にそのいろんなとこに、まあ、根回しっていうか全部に全部許可を得れてるかって言ったらねえ、海でも飛ばす時にじゃあ本当に漁協とかその管理してる漁協がどこなのかもわからないし、そもそもだからもう全部を全部許可取れてるかって言ったらちょっとね、そんな僕はできてないと思うんです、自分でもね。ただまあもう本当に残念なのは練習場所すら奪われてしまって、今後どうしようかなっていうね、感じです。まあコロナで最近練習場所にも行けてなかったんですけどね、で本当に皆さんねどうしてるのかなと思って、まあ練習場所ってお金を払ってね、グラウンドみたいなとこを借りて練習するっていうんだったらいいんでしょうけど、当然ねグラウンドで飛ばしてもね、わざわざお金払ってそんななんかしょうもないグラウンドでなんかブンブン飛ばしてもあんまり面白くないんでね、なんていうかドローン、まあね、まあドローンにもいろいろ種類がありますけど、やっぱり撮影目的で僕なんかドローン始めた方なので、操縦うまくなりたいっていうよりもやっぱり綺麗に映像を残したいっていう、鳥のように飛んでる風景、普通だったらこう見れない風景を撮りたいっていうね。だから操縦っていうのはやっぱあくまでも映像をきれいに撮るための操縦技術としては勉強し、操縦を勉強したいっていうのはありますけど、なんだろう、だからグラウンドで飛ばしても面白くないね、と思います、思ってます僕はね。だからまあ本当にね、もうドローンね、これもうこのまま行くとね、もうやめようかなとも思っちゃう。まあ一回僕はね、挫折をしてますからね、あのドローンがあのなんていうかな、あの事件があった時にやめたんかな、ちょっとなんか若干僕も記憶が前後してますけど、あのドローンが最初問題になった、あの、なんていうかな、お祭りの上で飛ばしたりとかなんか遭難をしてえらい問題になった時ありますよね。航空法の中でのドローンの規制がなかった時ですね、ちょうどその問題になっていろいろ海外とかでもいろいろ出てきて、航空法もドローンに関する規制ができてっていうね、そのあたりですね。だからあのちょうど航空法の規制ができる前のとこで一回やめたんですよ僕は。なんかあまりにも飛ばしててもね、世間様からの風当たりが強くてね、なんていうかね、あのそういうのでやめました一回ね。はい、ということでまあ今日はね本当になんかご報告っていうか、もう逆にコメント欄とかでも聞かせてほしいんですよ、みんなどういうところで練習してるのかなと思ってね。もう僕が住んでるとこか行ける範囲でなんか気楽に飛ばせてなんかこうね、やれるとこがなくなっちゃったんでね。まあだから正直そのトラブル、まあドローン飛ばしてる人と、まあ一般の人でトラブルになった時も、ドローン飛ばしてる人がね、もう早めにね、謝ってね、もう引けばいいと思うんですよ。警察沙汰になる前にね、すいません言うて、こう、あの、どけばいいと思うんですよ。まあそういうふうにやっぱり、あくまでも、あの、公園とかを楽しんでる人、ね、普通に楽しんでる人が優先順位が高くて、ドローン飛ばしてる人は許可をね事前に取ってたとしても、やっぱりあの迷惑をかけてるんだという気持ちで、なんていうかな、行かないとやっぱりね、あのこうあの飛ばすことなくなっちゃいますよ。自分たちであの首絞めてるような感じになっちゃうんで、まああの僕もいろいろ吉野の桜行った時とかね、まあいろいろありましたけど、結局はやっぱりもうなんていうか、ドローン飛ばしてる方がね引くしかないんですよ結局は。もうそうしないと本当にあのなんていうか飛ばすことなくなっちゃうんでね。
はい、ということで残念なねお知らせでした。またあの本当に皆さんもねどうしてるかコメント欄書いていただけたらなと思います。あのお願いします。でドローン他にも飛ばしてる人もねいろんな意見コメント欄に集まったらそのコメント欄の方もね見て、まあどういう風に、していけばいいかっていうのをね、いろいろ勉強してもらえたらいいのかなと思います。またねあのドローンの関係のこともいろいろしたいなと思うんですけど、最近もあんまりこう気分が乗らないっていうのもあって、飛ばしに行けてませんけど、またコロナ明けたらね、まあいろいろまたバイクも新しいブーストが、なったんでね、ブーストに変わったんで、いろいろ行けたらなと思ってますんで、まあ皆さんね、とりあえずちょっと僕も落ち込む、へこんでますけど、頑張って、ドローン飛ばしていきましょう。はい、そしたら今日はね、この辺りで失礼します。またあのいろんなネタ最近バイクネタが多いですけどいろんなネタやっていこうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。そしたら今日はこの辺で失礼します。バイバイ。